今歌ってきましたけれども、今日の収録の中で、一番、楽しい時間でした。バラ色の月、布施明さんの歌ですけれども、布施明さんには本当バラがよく似合うと思います。今回はですね、このフォレスタが歌ったこのバラ色の月、バラ色の月の夜とフォレスタが合わさると一体どんなイメージになるんでしょうか。逆にですね、皆様、これを見ている皆様にお聞きしたいなぁなんて思いますので、ぜひ心の歌でこの歌を見ましたら、ぜひそのイメージをツイートしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。